ストリームから見ている全世界の皆さん、こんにちは。こんにちは。MC は今日も私、相原みやびがお送りさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。イェイ。おー、早まったから、あ、チャットってこっち？え？チャット。はい、ですね、今日もここ、デックスお台場にあります、東京ベイスタジオの公開スタジオから、公開生放送で、お送りしております。お、もうチャットも早速皆さん入ってくれてますね。あ、こういう風になってんのね。そうですよ、こういう風になってる。どこ行ってどうなってんのかなと思ってて。あ、そうですよね。そう。そう、こんな感じです。はい、この番組はですね、番組ゲストさんの私生活や現在の活動をどんどん紹介していく番組になってます。今日のゲストさんは先週のゲスト、ザ・パズルスのさよこながむちゃんのご紹介で、今週のゲスト、バーバリップの松井あゆむさんに来ていただきました。どうもです、松井です。よろしくどうぞ。よろしくね。イエイ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんな感じで、こんな感じで、そうね、これ進んでいく番組になってます。自宅のパソコンの前じゃどうなってんのかなと思ってたからさ。あ、逆に自宅のパソコンから私どう見えてるのかが分かんないんですよ。あのね、よく映像が止まってる。よく映像止まります。そう、ゆういちくん、あのダニージャックのゆういちくんが出た時なんか、先々週ですね、最初イエーイイエーイゆういちくんやってたでしょ。はい、ここでずっと止まってなんかずっと話が進んでんのに、ゆういちくんずっとこのままなんだよ、ね、あの回は止まっちゃったんですよ。あれが最高に面白かったねでたまにこっちに切り替えるじゃないこっちに切り替えた時は普通にゆういちくんこうやって喋ってるの、はい、こうやって喋ってるんだけど、あっち切り替わるとこうなってるもんだから、それちょっと私も帰ってからアーカイブ見ましたあれはね、めちゃめちゃ面白かった。ゆういちくん美味しかったなと思ってそうなんですよね。そう、そんな感じでね、毎週あの止まったり止まんなかったりでお届けしている番組なんですけれども、ええ、皆さんどんどんチャットに参加をして、番組に参加をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくね。はい、というわけで早速今日もチャッターさんいっぱい入っていただいておりますので、ええ、まずはご挨拶をしていきたいと思います。今日は珍しくこれあのいつもですね、うん、時間が 2,3 分押しとかでこの番組スタートすることが多いんですけど、今日は珍しくですね 2,3 分こう先走っての、はい、ま、巻いて巻いていいですね。ま、そう、巻いた感じですね。いいですね。お、あ、ほら、後ろのモニターかっちょいいって書いてくれてる人いる。ほら、これ見てこれ。見えますか？今日はちょっとね、初の試みですね。今までいなかったんですけどね。まず、忘れそうさん、こんにちは。こんにちは。あと、エムチさん、こんにちは。こんにちは。あと、ゾルキさん、相変わらず福岡でミヤビームいいな。ありがとうございます。こんにちは。福岡ですよ。そんなこと言うなよ。夏バテしたいわ、ちょっと。食欲が減らねえ、減らねえ。そうだね、そうだね。もうアイスばっか食ってます、毎日。3個ぐらい食べてますね。ガリガリ君がね。ガリガリ君とかね。もう品薄ですからね。今ね。はい、あとは、今さんという新しい方、こんにちは。今さん、こんにちは。あとは、三橋八さん、こんにちは。なんじゃ。ありがとうございます。はい。あとは、おまるぼーい、おまるぼーいさんも。おまるぼーい。俺、序盤の時見てたよ。おまるぼーいでずーっと騒いでたバンドがいたでしょ。おまるぼーいさんね、あの、ハンズインポケットだ、ハンズインポケット。おまるぼーい怖いって。ハンズインポケットさんは知り合いじゃないんだけどね、はい、あの、今回これ出るっちゅうから予習しようと思って。ああ、はい。一番最初の方から見ようかなと思ったら、ハンズインポケットが。ありがとうございます。えれ、おまるぼーい、おまるぼーい。あと、カオストレイターさんの名前、二人だけは覚えてる。あ、本当ですか、うん、今日カオストレイターさんまだ来てないですね。カオストレイターさん。来てくれるといいです、ね。来てほしいんだけどな。あとは、こんな感じかな、ゾルキさん。あと、コーラノスさん。コーラノスさん、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。書き込んでください。あとは、今のところこんな感じですかね。全員挨拶できましたかね。なるほど。呼ばれてないよって人いたらちゃんと自己主張をしてくださいね。そこに出てくるわけね。はい。あと、あ、忘れそうさん、こっちからもパチパチだって、忘れそうさん、ツイッターからも書き込みありがとうございます。すいませんね。ツイッター、私いつもツイッターのチャット読み、あんまり読み上げられなくてすいません、どうも。はい。この番組は、ユーストリーム、ジャパン、ユーストリームという、サイトを通して、全世界に放送、生放送で配信中になっております。ユーストリームに登録をしていただきますと、お！ユーストリームに登録をしていただきますと、チャットに参加ができます。なので、この番組に、生放送中に参加をしていただいて、私、相原みやびと、今日のゲスト、バーバリップさん。そうそうそう。バーバリップさん、バーバリップさんの松井あゆみさんに、
問ですとかいろいろ会話をしていただけると嬉しいなと思うので、よろしくお願いします。あとはですね、今流行りのツイッターからも、書き込んでいただくことができます。こちらの方はアットマーク時空 TV アットマーク JIQOOTV と書いていただくとツイッターの方からもコメントが書き込めるようになっておりますので、ぜひ番組にご参加ください。お願いします。はい、というわけで視聴者数は、コバさんという方も入ってくれました。コバさん、こんにちは。コバさん。あとは、静岡さん。お、静岡さん、こんにちは。ありがとうございます。常連さん、静岡さんって方も、常連さんに入ってくださいます。あ、どうもです。ありがとうね。はい、というわけで、ミヤビームスタッフが、早くも2位だよ !1 位は袋、イェイ !1 位は袋、イェイ。袋ってこれどういうことなの？今、全世界で、何万番組中ですかね。もう全世界で今同時に何万番組っていう番組を配信中なんですけど、うん、その世界第2位です、今この番組が。1位が袋なの？1位のことはいいんだよね。そうね、このことがいいんだよね。あの1位がいつもすごいね、いつも1位常連の番組があるそうで、うん、袋の番組何なの？わかんないです、私も見たことない。生態を追うの？袋がただひたすら映されてるっていう番組らしい。半端じゃないね、それ。そう、みんな暇なんだね。480万番組中。あ、すげえな。あとオイルが漏れてる映像がひたすら流れてるっていうのが1位でよくあるんですけど、まあ、それの方が興味深いよね。まあ、ね、若干興味深い、うん、お、すごい、みんな書き込みいっぱいしてくれてますね。元気なお兄さん来たー。どうも、元気なお兄さんですよ。あ、ゾルキさんごめん、音でかいです。だってごめんなさいね、私声でかいかな。俺かな。後ろも、そうそう、後ろもいたかちいというわけで、今日はですね、このバーバリップさんの、ライブ映像、DVD を流しながらのお送りになっておりますね。これもうちょっとそっち側、あ、まあいいか。うん、うん、いい、オッケーオッケー。外のね、公開スタジオ感が、ね。ああ、なるほどね。そう、こういう風に映ってるからね。なるほどね。はい。お、えみちさん、今日もみやび可愛いよ。だって、ありがとうございます。ふくよかだけど、頑張ります。目に持つぜ。あ、今日頭のリボンないね。だって、そうですね。ちょっと今日頭のリボンはないけど、マイクのリボンはちゃんとあるのでね。ちょっと見切れてますが。おまるボーイさん、いよう。あとは、困るボーイを、女性は多少太り方が健康的だぜ、うん、健康的すぎてね。あとは今日のアクセは耳の人手だね。人手じゃないですよ、星です。人手、人手、これで、ああ、本当だね、ですね。はい、あとはあ、ミツバチハチさんもこんにちはって言ってくれてた。あ、どうもこんにちは、こんにちは。おまるボーイさん有名人だって。有名人ですね、おまるボーイさん。なぜかね、うん、フィーチャーされるようになって、みんな結構毎週入ってくれてる人たちばっかりなんですよ、まあ、チャッターさんね。そうなのに、なぜかね、おまるボーイさんに名前にパンチがあるからだろうね。ピックアップされちゃって、いつの間にかね。なかなかパソコンいじろっつ大人がおまるボーイとは名乗ろうとしないと思うんだよね。そうですよね。あ、コーラノスさん、画像落ちてる。だって画像落ちてますかね。落ちてるって何、どういうこと？落ちてるって、なんかちょっと画像が止まってたりとか、重たかったりみたいな感じかな。あ、あと、兄ちゃん入ってくれてます。兄ちゃん、ありがとうございます、兄ちゃん。どうもどうも。これ、うちのお兄ちゃんじゃないですよね。大丈夫ですかね。うちのお兄ちゃんってどういうこと？最近ちょっと、相原みやび系が、家族ぐるみでちょっとね、番組見られるようになってきちゃって。実の兄貴がってこと？実の兄貴かもしれない。ちょっと予感がして怖いなと思う。めちゃめちゃ心温まる話じゃん。ハートフルな。超いいよ。そう。はい。アトムボーイほどじゃない。フクロウ強いね。フクロウ何人が見てるんでしょうね。まあね、フクロウ。池フクロウは強えんだよと。これ、あれ、IWGP の話ですね。ああ。どの辺がストロングスタイルなんですか？ストロングスタイル。お、これちょっと光って見えないかな。これ、あ、ちょっと。切れちゃってるしね。これね、あとでちょっとストロングスタイルの話はしていきたいなと思います。はい。HTTP。なんか URL を忘れそうさんが出してくれてましたが。お。なんだろうね。出せてない、残念ながら。もう一度、チャレンジしてみてください。チャレンジ、ね。忘れそうさん。松井くん、かっこいいよって、兄ちゃん。あ、兄ちゃん、私の兄ちゃんじゃなかった。よかったよかった。あ、そう。
バリバリップなんてライブが激しそうだな。バーバリップですね。そうだね、バーバリップだけどライブはバリバリップだからね。ああ、の乗るね、ちゃんと。ちょっとそこは否定のしようがないからね。そうね、うん、バリバリップです、ライブはね。動いてるよ、あ、ちゃんと。あ、姉ちゃんです、だって。姉ちゃんですか。姉ちゃん、ごめんなさい、兄ちゃんじゃなくて姉ちゃんでした。姉ちゃんはもしかしたら俺の知ってる姉ちゃんなのかもしれないな。ほんと？うん。あ、ダメ。秀和さんが、こんにちは。ほんと、フクロウ強いだって。秀和さんもこんにちは。秀和さん、こんにちは。お仕事中かな。ありがとうございます。サボってね。兄ちゃん。兄ちゃんバレてるよ、コバさん。あ、みやび、今第3位、論文のアチシの番組か、これ。論文さんのアチシさんの番組を抜いて第3位。今2位、2位誰になったんだろう、でも。2位がどこに踊り出たのか。サボってないよ、休憩中。お、お疲れ様です、ヒデカさん、ね。あとは、チャッターさんがね、どんどん増えて、増えたり減ったり、増えたり減ったり、なんですけれども、まだまだ番組は続きますので、皆さんどんどん書き込んでください。よろしくね。はい。あ、これソーシャルストリーム、アットマーク、見えなくなってるな。ツイッターの方から書き込む方は、すいません。先ほど、アットマーク時空 TV と申し上げましたが、ちょっと違いました。シャープ、ミヤビーム、かな？シャープミヤビーム、かもしれない。こうやって書き込んでくれたら多分見れると思う。不確定なんだね。不確定なんですよ。ちょっとね、ネットのことあんま疎いんで。あ、俺もそうなの。全然何言ってるか分かんねえ。ごめんね、みんな。はい。というわけで、すいません、のご挨拶が長引いてしまいましたが、お、自由、時空、ゆるし。ゆるいね。今、かき氷休憩中なう。食べ終わったら仕事に。あ、バーバリップは最高でした。ありがとう。姉ちゃん。間違いなく俺の知ってる姉ちゃんなんじゃないか。姉ちゃん。絶対そうだよ。ありがとうね。姉ちゃん、ね。はい。というわけで、その最高というバーバリップさんについて、いろいろインタビューを、はい、よろしくどうぞ、はい、伺っていきたいと思います。その前に BGM を流しながら、いろいろと聞いていきたいと思うので、すいません、そこの、はい、再生ボタンを押してください。イエイ。困っちゃうな。あ、2カメになったら音声止まったようだった。なんでだろうね。おお、みんな書き込んでる。はい、というわけで、まあ早速、うん、まあ、バーバリックさんについていろいろ伺っていきたいと思います。その前に今日ですね、こちらのチラシを用意していただいているので、バンドさんについてちょっと読み上げていきたいと思います。はい、おお、かっこいいですね。めっちゃかっこいいんだって。あ、まずバーバリックさんのメンバーが、ギターボーカル松井歩さん。違う、おお、そうだね、ギターボーカル。ギターボーカル、う、うん、違う、今違う、ごめんごめんごめん、俺の早とちり。あとギターとコーラスが、うん、これ読める、わ、渡辺さん、渡辺さん、勝之っていうの、勝之さん、渡辺勝之さん、勝之さん。あとは、ドラムコーラスが、これ読める、これニーゴさん、これシンゴ、シンゴさん、シンゴ哲美っつって、俺いつもシンゴシンゴって呼んでるから名前呼んでるように聞こえるけど、名字やん。名字、シンゴさん、シンゴ哲美さんと、ベースコーラスが山岸直樹さんって読めた。はい、はい、これね、漢字が多くて、ちょっと私、うん、読み間違えるかもしれない。適当に読んでくれれば。打破、破壊、砲撃、未開の地方、切り叩くドラムは大地を揺るがし、切り開くが正解です。切り開くドラムは、大地を揺るがし、時に穏やかに、時に荒れ狂い、心の津波を巻き起こすベース、深い闇から現れ、すべてを切り裂くギターは街を光に包み、己を、そしてあなたを鼓舞する歌声はまさに晴天の霹靂。かっこいいですね。ありがとうございます。かっこいい自己紹介。それがまさにバーバリップサウンド、酔いしれろということで。おお、かっけー。ありがとうございます。かっけー。おお、いいね、いいね。おお、ありがとう。デッパの信号ではないんだ。誰、デッパの信号。デッパの信号はデッパかな。なんだろう、柳沢信号のことか。ああ、事故は使用です。ないと困るんです。事故、そうだよね、事故重要。あ、すごい、1100人いった。おお、すごいね。あ、どうもこんにちは、お台場の皆さん。今全世界にインターネットテレビ生放送中です。
常連さん？いや、あの、初めまして。初めまして、初めましてどうも。声聞こえてんの？声聞こえてますよね。そう、ちゃんとスタジアムの外にも声は出てます。よろしくどうぞ。はい。お、漢字と英語は健康のため控えましょう。控えましょうね。そう、ちょっと弱い、私も。はい、ですね、まだまだあります。バーバリップさん、東京都内から全国を股にかけて活動中のダンスホールロックバンド。ダンスホールロックバンドなんですね。うん、そう名乗った。ん？そう名乗ってみたら面白いかなと思って。ほう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 、うん、かっこいいです。バーバリップさん、2002年から結成し、なぜ何度かのメンバーチェンジを経て現在に至る。日本語を中心に置いたロックを基礎に、ファンクやサンバなどの要素を貪欲に取り入れ、独自のロックへと昇華させる。2005年より続く自主企画、今夜は、踊らないと。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 英語ほんと。今夜は踊らないとは、毎回大盛況を収め、2007年に発売したファーストミニアルバム「リマインド」はその名を冠した全23公演のリマインドツアーにて自主販売で500枚を売り切る手売りとか、このさっきも話してたんですけど、流通を介さずに500枚。でもね、もっと実はたくさん、あの、家にはあの追加の分があるもんだから、まだ在庫あるんだよね。皆さん買えってことですね。買えってことだね。はいはい。2009年にはロックインジャパン出演オーディション、ロックこれ RO ロックジャック、 RO ロックジャックにエントリーし、最終選考20組に残る。すごい。まあね、実力派ですよ。うん、まあ、結局ダメだったらどうしようもないよね。いやでもすごい実力だなと思いますよ。どうもすいません。はい。で、また無所属シーンというスリーマンライブを、これはバイザーラウンドさんと ラージハウスさん、ラージハウスサティスファクション、ラージハウスサティスファクションさんと、共に立ち上げ、9月22日に新宿アンチノックで行われた初回公演、2010年3月13日に下北沢クラブ251で行われた第2回公演を大成功に収めるなど、精力的に活動しているということで、頑張ってます。これ読み上げるのにごめんなさいね、私。英語とね、漢字がいっぱいですいません。はい、というわけで、ま、実力派なバンドさんということがとりあえず伝わればいいなと私は思います。すごいですね。500枚を売り切るだって、ロックインジャパンオーディション最終オーディション、結構今最近出ていただいてるバンドさんはやっぱりそういう実力派のバンドさんが多くてですね、ありがたいことに。いやー、とんでもないです。はい、というわけで4人編成の、これ写真、メンバーさんの写真見えますかね。そうです、4人編成になってますね。4人バンドさんです。これ見えてないか、うん、まあいいや。はい、4人編成ですよ。これもで結成が、このバンドさんを始めたのはいつ頃からですかということで、20歳くらいって書いてありますけども、かれこれ何年目ですか。もう7年8年目になったのか、7年目なのか分かんないけど、7、8年目、そんぐらい。はい、7、8年目、そんぐらいですね。まあ、バンド編成もありつつ、うん、でも、まあ、松井さんはずっと初期からいる。一番最初からいるのが俺とドラムの慎吾っていうやつ。ああ、さっきの慎吾哲美さん、うん、名字か名前か。あとはなんか気がついたらノラノラ集まってきた感じ。ノラノラだ、ノラノラ集まってきちゃって、すごい。あ、なんかずっと見てくださってた方がいらっしゃいますけど、ありがとうございます。はい、そう、お、なんだところで、あ、カオストレーターさんも入ってくれ。あ、カオストレーターさん、こんにちは。知ってるよ、俺、カオストレーターさん。カオストレーターさんのこと知ってるって。なぜだかね。はい、お、すごいね。これ、うちのスケジュールだよ。8月18日。ゴリラの森？忘れそうさん、ありがとう。これは、埼玉は越谷。イージーゴイングスで、8月18日にやるので。なるほど。そう。いいね、いいね、設定きた、よく読めました。ブログかっけーって忘れそうさんが書いてくれた。ブログ、俺のブログかな、多分。そうですよ、俺のブログね、全然更新しないんだけどね。あら、あのデザインだけね、なんちゃらかんちゃらロボみたいなやつになってるんだよね。超かっこいいのデザインだけ、うん、あの百式みたいな感じのあ、いやいやいや、ロボットになってて。そんなことないですよ。めっちゃかっこいいの。きっと文章も
かっこいいと思う。そこだと思うんだよね。あ、ちょっと遅れましたが、こんにちは。アスボールじゃなくてよかった。アスボールってなんだろう。なんだろうね。似たようなこと言ったっけかな。なんだ。静岡さん、落ち着け。健康のためアルファベットを控えましょう。ありがとうございます。甘いね。ところでこれはどういう状況なんですか、だって。あ？どういう状況？この番組は、毎週番組にゲストさんをお呼びしております。で、ゲストさんの、私生活や現在の活動をどんどん紹介していく番組になってます。はい、今日は、バーバリックさんの松井さんにいらしていただいて、どうも、はい、今日はあの珍しい、さっきも書いてくれてましたけど、初の試みで、そう、DVD、ライブ DVD をこう流しながらの、そうなんですね、これも発売中なんですよね。いや、あのね、9月の9日にリリースするの、あ、もうすぐ、来月、先走って、そう、この CD もそう、今流れてるやつ、あ、BGM で、そう、なので、これ、3曲入りの CD と、このライブ映像の DVD の2枚組で。2枚組やろうと思ってるやつなんで、これはどちらで買える？これはね、都内の、はい、ディスクユニオン、ディスクユニオンさん、はい、黒と赤のね、そう、やってもらおうと思ってるんで、そこでできると思うんで、はい、気になったらチェックしてください。チェックよろしくお願いします。してください。ちょっとね、ライブ映像かっこいいから見せたいんですけど、そう、こう、はあの、買ってほしいので私が邪魔して見せます。はい、そうですね、ね、買ってくださいという感じでね、ぜひ。はい、武道館も近いのって思うろい。武道館も近い。頑張るけどさ、ちょっとそんな期待されたら期待答えたくなっちゃうじゃん。お、今日はいい先生が教えてもらえて、いいね、み、今日優しいです。とんでもないです、そんな。今日優しい。ちょっとあのね、怖い方もたまにいらっしゃるんで。優しい。今日はカタカナ多い、気をつけます。あ、さっきの私がたどたどしすぎたから、みんな頑張れってすごい、もう、そうね、漢字アルファベットだけじゃなく、カタカナ多いまで呼ばれちゃったからね。あと何読めるんだっちゅう話になる。本当に調べなかったはず。本当だよね、幼稚園かって感じ。ついでに目で聞いてます。あ、めんどくさい発言が。 BGM 聞いてると大音量で聞きたくなるな、だって。あ、ね、大音量でぜひ、うちとこの、オフィシャルホームページに飛んでもらえれば、マイスペースでも聴けるようにもなってるんで、今はこの CD から1曲だけそこには上げてるんで、よかったら聴いてください。先走って聴ける先行でね、ゲストにヘップを要求するのは、正解だと思います。あ、はい、僕もそう思います、ね、そう、甘えながら生きてます。ダンボール2つはすごい。ダンボール2つ、なんのこっちゃ、なんのこっちゃ。さて、あ、仕事もらっております。またぬ、だって、あ、静岡さんも行っちゃったかな、ごめんね、 ありがとうございました。仕事頑張ってね、頑張ってね。ザルキさん、今は技術のないバンドは通用しないね、だって。あ、アイドルも歌が下手なのはダメってザルキさん言ってます。まあ、それは僕としても耳が痛い話ですね。あ、いやいや、でも実力派ですから。いや、そんなそんな、そうですよ。アラサーのお二人だって、忘れそうさん、アラサーのお二人ですよ、はい、バレとるな、アラサーだからって何が悪いっちゅうんじゃ、おらえ。おお、怖い。男の油は30からだぜ。女の油も30からだぞ。ほら、いいぜ。ほら、食べ時だぜ。こんな、ま、若作りしてる。言っちゃダメだよ、そんなことは。まあ、いいんですよ、もうね。はい、あ、ワルボーさんが出してくれてました。http://バーバリック .com。あ、ありがとうございました。言っちゃった。ね、ありがとうね。後ろの映像は松井さんと秀和さんが聞いてます。これ松井さんだけではなく、こう、そうそう、バーバリップさんのバンド映像、ライブ映像ですよね。仲間と一緒にやってる、さっきも言ったバーイザラウンドっていうバンドと、ラジオスタディスファクションっていうバンドと、はい、一緒にやってる無所属シーンっていうイベントが半年に1回あるんだけど、うん、そのボリューム2、今年の3月の映像からうちのライブを5曲入れたやつなんですよね。これもDVD、 ちなみに30分も、そう、あ、入ってるそうで、ぎっしり内容が充実しているので、そうなんです、ぜひ皆さん、あ、お、なぜです、あ、カオストレートさんが、カオストレートさんのこと知ってるよって言ったから、なぜですか、だって、ああ、そうだって、俺何回もこの番組見てるしさ、ね、有名、カオストレーターっていう名前も語呂がいいから覚えやすいよ、ね、ああ、なるほど、オマルボーイとカオストレーターだよね。あ、ミスターご機嫌ボーイいうのがうちのドラムだね。ニアビーム見てニヤついてんのか、名字か名前か、軽名字、名前が、こいつはね、IQ が7しかないから、本当に何言ってるか分かんないのよ。
噛むんじゃねえ俺だってあ、ありがとうございます、見てくれてたんですね。なん土曜の昼間からね、あいつは仕事してほしいんだけど、ね、今日なんで来てくれなかったんですか。本当だよバカタレだ、メンバーさんちょっとちゃんとね、めんどくさがりやがって、みんなで参加していただきたい ね, ね残念。え、あ、おまるまいさんが影響を受けたバンドはだって俺、はい、俺かー、すげえ難しいなー。これそう、ね、ここにもね書いてある影響を受けた音楽ってすごいいっぱい書いてあるんですけど、いっぱいいろいろ書いてるんだけど、俺はビーズかな本当ですか。うん、中学校の時からもうずっと俺ビーズ聴いてるからさ。ビーズって一言も書いてないですけど、うん、なんかそれはあのさ、いろんな会社とかに出すもんだから、はい、俺もそんな趣味とかさそういうんじゃなくてみたいなさあ、なるほど、そうそうそう、ビーズ、ビーズ本当の発音はビーズなんだよね。ビーズ、ビーズ、バーバリップさんもバーバリップですかバーバリップですかって最初聞いてたんですけど、ビーズかビーズかみたいなもんですねって最初言われて、ボーイかボーイかみたいなことがあるからもうらしい。ビーズ、ビーズ、ビーズがいい、ビーズに影響されてるそうです。越谷のどこでやるのって秀和さん、越谷のねイージーゴイングスっていうライブハウスが駅前すぐ近くに、うん、なんだっけ弥生県とかあの辺の通りをまっすぐ行ったところにあるんだけど、はい、分かるかな、分かるかな、そこでやってるんでよかったら遊びに来てください。お、バーバー応援してますと、おありがとう、ポロリンコちゃん、ポロリンコさんが言ってます。ポロリンコちゃんってちょっと面白いね、ポロリンコさん、ありがとうございます、こんにちは、ポロリンコさんポロリンコさん、あれお知り合いですか。いや知り合いじゃないけど、どなたか存じ上げないけど、響きがおかしすぎるじゃんポロリンコさんって、ハンドルネームだったら面白いですよね。面白いね、何考えてんだろうねみんなね、ハンドルネーム、ポロリン、あ、あとスロー、スローボラーノンさん、うん、スローボラーノンさんも入ってくれてました、こんにちは、どんどん書き込んでください。これね、視聴者さんどんどん増えてるので、うん、皆さんどんどんユーストリームに登録して、チャットで参加をしてください。よろしく。今3位かな2位か分かんないけど上位に上がりたいね。はい、怖い方ってバーバリップさんは優しい方だと思いますよ。本当かな、本当かな、どうかな、怖いよ、大丈夫です。今カメラあるからこうしてるけど裏に行ったらどうかな。いやでも目の奥が優しい私は見抜きます。あ、なんかすみません本当に。すみません、すみません。はい。このバンド演奏もとにかくうまい、クールすぎますよ。あ、ありがとう。ポロリンコさん。ありがとう、ね。ファンの方ですね。ありがとう。頑張ってます。ゾルキさん、ビームがシオリンより三つ？三つ上と聞いて驚いただって。三つ四つじゃないかな、三つか。シオリンっていうね、私雷調査隊っていう他のバンドもやってて、うんうん、その隊員がいるんですけど、うん、そいつよりも。年上だよっていうね。そんなね、女性に年の話なんかしてダメだよ。ダメ、本当にもうジェントルなんだからさこっちは、ね、はい、30、メモメモ、30って何ですか。30、年の話なんだよ年の話、だから年の話をやめろっつってんのにさあ、スローボラードさん、はい、I'm American God is hot だって、何何、どこどこ、はい、アメリカン、アメリカンなんですよ、アメリカン、ガールイズホットってめっちゃすごいね、わかんない、わかんないです。海の家では焼きトウモロコシはかき氷どっち派と思うも、いい質問です、夏らしい。あ、そう、間違いなくかき氷だね。かき氷派。かき氷。とう、あ、まあ海だったらね、うん。俺毎年腹壊すもんね。あ、冷たいのばっかり。あ、本当ですか。水しか飲まないしさ、ガーン飲んで。ね、そう楽しいけど体を崩しちゃいますよね。体調崩しちゃう。エアコンもしんどいしょ。うん、ねえ。もうぼちぼちしんどい年になってきてるしょ。私もエアコンとかつけっぱで寝れないです。あ、そう。はい、もうつけっぱで寝て体ガチガチになってるわ。あ、本当ですか。うん、汗だくです私だから。I don't know Japanese だって。I can't speak English. Japanese please. Sorry. Japanese できねえっつってあ、なるほど。この名前にしてよかっただって。カオストレートさん。サンディエゴラブ。なんだろう。サンディエゴラブザガール？発音まで求めても無理かも、ミーには。そうですね。お、1130人超えてますで、だってポロリ、すごい、どんどん上がってて嬉しいよ。ありがとうね。しおりんが年の話してたんだもんだって。じゃあ、しおりんか。では、あ、カースレーターさん、では僕は優しい方だと信じますね、だって。あ、ありがとう、うん。信じてください。スロー、あ、私はこれがあなたのものを、この Google 翻訳を理解しようとして、一
痛いかけるもうね、翻訳サイトはこんなね感じです。あ、今3位フクロウは1600人超え。秀川さんありがとう。みんなフクロウに興味持ってんだ ね。2位なんだろう。2位、1位、2位なんですかね。ゾルキさん、次のライブは8月18日水曜日越谷イージーゴーイング。そうです。お次のライブはそうです。食欲そんな感じです。すいません、ちょっとね、松井さんについて全然うん、聞けてないんですけど、聞いて、何でも聞いて、何でも聞いてということで、うん、あ、何かを欲しい、振ってほしい話題があれば書いてくださいというところがあるんですけれども、うん、CD リリースがあるので、そちらはさっき、そう、今、ちなみにすいません、この BGM、さっきみんないいって言ってくれたので紹介したいなと思うんですけど、今日、今かけ3曲入りの CD ですね、と今後ろで流してる DVD が2枚組である。あ、オープニングで止まっちゃってんじゃん。オープニングになってます。誰かプレイロール押して。オープニングになってます。クリックして。はい、DVD と2枚組で9月の何日、9日に、発売に、そうです、なるということで、これはおいくらでしょう、ちなみに。これ2枚組で1000円で。安い。これ税込み1000円。無理してるよ。無理してるよ。みんな頼むよ、本当に。びっくりして、今。素で叫んじゃった。頑張ってんだよ、ね。こんにちは、少年たち。ありがとうございます。少年たち。親子。ありがとうございます、親子さん。はい。というわけでね、ぜひ。これ、他にも、リリースしてるのが、ファーストミニアルバム、リマインド。そう。1000円。これも1000円。そう。安い。ファーストシングルが、うん、今度出すやつ、今度そうやつですね。もうなるほど。ぜひ皆さんね、それをお買い求めいただけたらなと思います、うん、よろしくお願いします。ディスクユニオンで流通ですね、 DVD。 そうなんです。かなり安い。持ち出しでは。持ち出しってどういうこと。持ち出しってなんだろう。フクロウシーク、あ、待って、チャットがね書き込まれてたよ。ここでも袋を買うだって。ここで袋買えばいいか。あ、逆にね。そうしたら買う。いっぺんにできるもんね。あ、絶対それだ。それだ。間違いないわ。袋も見れて、人間も見れる。あ、絶対そう。それだ。で、たまに袋が暴れることによってのハプニングとかでしょ。袋が動くことによって、あ、動いた。そうさ、てんやわんやなって。それいい。ね。バンバンバンすんばらバンバンすんばらバンバン言って回ってね。ここではカブトムシとクワガタを買うらしいですって忘れそうさ。まあ夏だしね。クワガタ、あの前に多田先輩という方が、うん、あの出ていただきまして、ゲストで。多田先輩はご存知ですか。うん、あ、知ってる。やっぱりご存知。そう。多田先輩がクワガタを持ってきてくださったんです。おお、すげえじゃん。超すげえ。もうね、やっぱ男子はすごい好きだ、うん、そうなんですが、私本気でキャーって言っちゃって、この間ね、あの新宿でライブやった後に、はい、ライブハウスから出てきて、はい、ちょっとこうやってタバコ吸ってたら上からパチンって音がして虫が降ってきたのね、はい、うわやべ絶対ゴキブリだと思って、うん、よく見たらクワガタだ。新宿のど真ん中でクワガタだと思って。マジですか。すごい、俺思わず掴んでみんなのとこ行っちゃったもんね。クワガタ取ったーっつって。多田先輩の仕業とかではなく、うん、パーンね、街灯あたりからバーン落ちてきたんだと思うんだけど、完全にゴキブリだと思いますよ ね。ビクンってなったもん。見分けがつかないんですもん、私、クワガタとゴキブリの。バーンと落ちて全然動かないから、俺が寄ってったらこんななってるの。すげえと思って。こんななってたらすごい。お、なんだ、向こうが袋ならこっちはミミズクで対抗しよう。ミミズクだ。ミミズクも似たようなもんだしね。ですね、うん。飼育イコール視聴率アップにはならないから。だってならないか。あ、鶴木さん、アイドル系に比べてバンド系って一般的に安いんですよ。そうなの。持ち出しイコール赤字で出す。へえ。ああ、いや、それはちゃんと考えてるぜ。ああ、でもゾルクさん詳しいですね。ミヤビームがフクロウの被り物すればいいんだよ。あ、なるほど、新しいね、それもね。その方がいいかもです。ありうるよ。みんな、あ、じゃあ、あの今度皆さん、あのフクロウの着ぐるみを見つけた方は、あのぜひこちらまで。募集すんだ、そこも。こちらまで。こっちで用意すんじゃねえの。お台場の東京ベイスタジオまでお送りください。フクロウの着ぐるみなかなかないだろうな。そうだね。ポロリンコさん、ライブ楽しみです。メンバー全員かっこいいのに、それぞれ個性が違ってますが、うまくまとまってるというのは、こういう風に見せようとか、そういう担当みたいなものがあるんですかと。いやー、いい質問ですよ。考えたことねえな。個性が結構皆さん違うんですか。うん、結構ね、着てるもんもみんなバラバラだしさ。そうなんだ。うん、そう、こうみんな結構こういうかっこいい感じのロックっぽい感じなのかな。なんちゅうかね、うちのギターの人はね、はい、80年代みたいななんか柄ばっかり、うん、
あるようなシャツ着るしさ、たまに映ってるの、ほらここ今映ってる、ほら映像が80年代でしょこいつ。わかるわかる。この変なさ、リーゼント。いやアフロなんだけど。アフロ。これね天然パーマでアフロなの。うちのギターは。いますよね。そう。この間のあの豊島ペリー来航渡辺さん、もうあれテンパでアフロで。言ってました言ってました。それきっかけで俺ら仲良くなったんだよ、ね。アフロつながりだ。そうそう。テンパなんですかみたいな。いいですね。アフロは世界を救いますよ。一度も髪にハサミを入れないとああなっていくの。半端じゃないよね。生まれが違うとしか思えない。絶対日系三世。日系三世。今年は IQ5 だ。みんな予約してくれって言ってくれた。だから身内ばっかりゲン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 騒いでんじゃねえよ。ありがとうございます。ゲストも被らせてだって。ああ、うん。今現場にあったら俺、ああ今度それ届いたら呼んで。あ、わかりました。あ、じゃあ後ろでこう。そう、俺が作ろうみたいな状態でさ。数字取るか。お、数字取れるかな。ここではクワガタの真似をしてみて、松井さん。もうさっき十分クワガタの真似しましたよね。フクロウの着ぐるみを僕たちが送るんですね。そうです、うん、そうです。そうですよ。まあ、はい、全然筋違いだと思いますが、よろしくお願いします。お願いします。プロリンコさん、勝之さん、かっこいい。あ、勝之さんのことを俺に言われてもどうしようもない。全然興味ねえ。お伝えいただければ、ね。はい、はい。パパイエ鈴木。クイーンのブライアン・メイを意識してんだな、だって。意識してんのかな、あの人。全然わかんないけどね。あれはズラ。忘れそうさんがあれはズラ。カオスレーズパパイエ鈴木って。みんなアフロだ。自分もテンパです。これから流行りますだって、ひでかずさんが。本当に？ああ、それテンパの人は中学校の時から言うよね、それ。そのうち流行る。そのうち流行る。流行る日が来ることを祈ってます。福田さんが入ってくれてました。こんにちは。いやね、福田さん。福田中さんが入ってくれてましたね。あとは、スローブライアンさん。自分もテンパです。フクロウだから首を300度回して。ああ、そうだね。練習しとくよ、俺。私も練習しとく。関節を外しゃいいんだろ。松井くん、マイケル・ジャクソンやってみようか。どっから出てきたんだよ、それさ。ムーンウォークを頼む。ターン希望。みんななんか反応しましたけど。ねえ、みんなマイケル・ジャクソンってさ、みんなそんな昔から興味なかったくせしやがってよ。そんな世代じゃね、うん、どれだけ見たか。ちょっと上の世代だと思うんだけどね。これやばい、私ダラダラ喋りすぎた。はい、ダラダラ喋りすぎなので、サクッと次のコーナーに行きたいと思います。はい、すいませんね、みんな。どんどん、あ、好きなくせにだ、ポロリンコさんが。ポロリンコさんもすごい知ってるファンの方ですね、随分。そうだね。ねえ、はい、というわけで皆さん、マイケル・ジャクソンの話で盛り上がっているところなんですけれども、次のコーナーに行きたいと思います。題して、真剣勝負真剣静寂。はい、次のコーナーでは私、相原みやびと今日のゲスト、バーバリップさんの松井さんと神経衰弱で勝負をしたいと思います。よし。はい、で、負けた人は勝った人のブログで変顔を晒すという罰ゲームが待ち構えておりますので、ぜひ負けないように。よし、絶対に勝とう。頑張ります。というわけで、松井さん頑張らないと。だってバッキャロー、俺の記憶力を舐めるんじゃねえぞ。バッキャローでました。前回なんだろう、マイケルのアウハウならできるかな。アウいうやつでしょ。よし、かっこいい、いい声してますね、マジで。ああ、ありがとう。はい、というわけで、じゃあ、長めちゃんすごかった。だって長めちゃん先週ね、私勝ったので長めちゃん変顔を晒しました。はい、じゃあ、先行後攻どちらがいいですか。どっちでもいいよ。じゃあ先行譲ったろう。じゃあ先行でいきたいと思います。これは先行が不利です。ああ、そうなんだ。そうですよ。3、7。まあそんなもんですよね。あ、そうかそうか、俺が見れるもんね。そうなんです。そうだよね。10、3。おそれはまずいよ。早速チャンスだ。それはまずいよ。チャンス。3、イエイ。これはもうね、私ゲストさんに遠慮しない。あ、お、いいよいいよ。しないことにしましたよ。8、9。残念。ツイッターの方が見れないですね。なんでだろう。どうして。またここ3なんだけど。あ、3だって。どう、じゃあここがもう1回3なんじゃねえか。全然違うじゃねえか。ドラムさんがごめんって謝ってくれてます。おうおうおう。あ、俺がさっきめくったとこじゃん。嘘。本当？うん。10。あ、全然。あ、10どっかにあったって。本当？
絶対あったんだって、ここだって絶対、ほら、あ、違う。ミニ負けると松内まで言われるようだって、ここ。俺、何にも当たらないよ。9、8、ダメだ。8、なん、どっちだっけ、あれ、ここだろ。ほら、来たわや。そういうことだよ。いいですね。さあ、どんどん行きましょう。ほら見て、10、この辺にあったと思ってたんだって。おお、ね、拍手してくれてます、ありがとうね、頑張るよ。あー、惜しいね、数字上惜しいね。あれ、ほら、そういうミスあるよ、よく。あれ、やばい。あー、惜しい。これね、3はね、こっちなんだって。そっちかー。ほら、ほら、こりゃもうジャパニーズさんだって。あ、そうそう、今流れてる曲のタイトルがそれだよ、ジャパニーズさん言うて。おい、あー、2、5、ダメだ。あ、2、あ、やった、来た、2、1、1出てないですね、1なんか見たことねえな。うわ、これだから私はもう、 そう、あとは、9、9、おい、ちょっと、これはもう時間がないからサクサクいっちゃいますよ。11、お、すごい、全然俺が面白くないじゃん。俺にもやらせてよ。すごいすごい、ちょっとびっくりしちゃった私。5、これ、5、知らね、違うよね。あー、ですよね、待って、これなんだろう。あ、ほら、これ5じゃん。お、あ、やばい、これちょっと以前行くのに、そうなってくるとこうなって全部俺のあれでしょ。はぁ、お、あ、これは帰り道なんかありそうですね、だって。はい、というわけで勝負終了しました。というわけで手持ちのペア数を数えてみたいと思います。はい、せーの、1、せーの、2、せーの、3、せーの、4、せーの、5、せーの、6、ほら見ろよ。あ、俺思いっきりテーブル叩いて音飛びしたね。音飛びしましたね。興奮しすぎたね。というわけで、よっしゃ、惜しかった、ちょっと面目を保ったね。私途中すごいいい感じだったのに、うん、すげえ腹立ってたもん。今日はムカ腹立ってました。そうそう、はい、というわけで今日はゲストのバブリップ松井さんの勝利でした。ありがとうございます、ありがとうございます。もう崩壊して、はい、というわけで、ね、おー、カメラ映りいいですよって姉ちゃんが、ありがとうございます。はい、負けちゃったので、松井さんのかっこいいというブログの方に私が登場させていただけると思いますので、皆さんぜひバーバリップさんのブログですか、うん、松井さんのブログですか。俺のブログがそこにある。あ、じゃあ松井さんのブログをチェックしてください。お願いします、お願いします。はい、というわけでですね、もうちょっと負けちゃったところで、滑らかな動き、カサノバ、なんだなんだ、何の話だ。もうね、直訳翻訳サイトはね、カサノバって何ですか。勝手なことを言うなよ。Just do it。 自由だな。もう自由です。 Yes we can。 Yes we can change だね。その考え方をチェンジしていただきたいね。というわけで、この番組はですね、毎週ゲストさんに、をお呼びしているんですけれども、いらしていただいたゲストさんに次週のゲストさんを、お友達を紹介していただいております。うん、はい、来週のゲストをどなたか紹介していただけますでしょうか。はい、バイザラウンドというバンドの人間をここに呼びたいなと思ってます。はい、先ほども、お名前が出てましたね、バイザラウンドさんは。一緒に無所属シーンっていうイベントをやってる、ね、バイザラウンドっていうバンドを呼ぼうかなと思います。おー、やった。まず生電話ここでしていただきたいと思います。はい、でもあいつらは白状だからな、全然電話に出るかな。ちょっとこれがうるせえな。あ、止めちゃった。もしもし、サトシ。おお、出たね。サトシ、あの今放送中でさ、お前の声もこれ電波に乗ってるわ。ああ。あっつって。へこむなよ。なんですか、その反応。そんな感じだわ。ちょっとミヤビームに変わるわ。はい、もしもし。はい。こんにちは。はじめまして。はじ
めまして。はじめまして。なんでこうちょっと、あってなるんですかね。私、相原みやびと申しまして、はい。はい、今インターネットテレビで生放送中になってるんですけれども、はい。このデックスお台場の東京ベイスタジオから公開生放送でお送りするんですが、はい。来週の3時からの、生放送にですね、ぜひ、バイザラウンド、サトシさん。そう。来ていただきたいな。サトシアンテっていうやつ。サトシアンテさんに来ていただきたいなって思うんですけど、来てくれますか？ミヤビーム。ミヤビームです。ミヤビームです。ミヤビームだよ。ウエス。あ、行かせていただきやす。なんて？行かせていただきやす。あ、行かせていただきやす。お、ありがとうございます。じゃあ、来週お待ちしてます。お願いします。お願いします。よろしくね。よろしく。ありがとうございました。ういっす。じゃあ来ちゃいます、うん、おありがとうございます。あ、よかったよかった、よかった、出たな。生電話つながりました。というわけで来週はバイザラウンドのサトイさんが遊びに来てくれます。イエーイ。モキ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 。多分ね、ドラムのね、ソウってやつと2人で来ると思う。あ、本当ですか、うん、あいつも出るとか言ってた。あ、来週はじゃあ大人数で嬉しいですね。はい、キョトンとしてるじゃん。あなた、あ、なんだ、状況把握できてませんね。だってなんかあ、サトシくんセクシーでも松井くんもセクシーって姉ちゃん言ってる。そうね。エムチさんがテレアさんっぽかったですね、今の方。ん？そんなことない。大丈夫ですか？サトシさんはテレアさん。あ、うん、サトシはテレア。あ、でもね、頭がイカれてっからなんとかなるよ。お、本当ですか？イカれてっからなんとか。おかしいんだよ。で、なんかちょっと物音がして嫌な予感がするんですけど。あ、やっぱり来やがった。ちょっと。ニョキ。ニョキ。ニョキ映ってない。ニョキ映ってないよ。ニョキ映ってないよ。ニョキ。はい。はい。はい。ランニュー。ランニューで来てくれました。どうも、次の番組、ウキウキアーティストデラックス。はい。はい。宇沢さん。宇沢さんと、コッセコイチです。はい。はい。隠せ隠せ。あー、ニョキ。こうするべきなんだな。なんだ、隠せ。こうするべきなんだ。見せろ、見せろ。俺席立って戦うべきかな。大丈夫、すぐ去りますから。あ、わかりました。はい、次の番組もチャットの方参加よろしくお願いします。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 じゃあね、バイバイ。ありがとうございます。はい、もうサクッと来てサクッと帰っていくっていうのがちょっとすいません、もう流れになってましたね。はい、組み込まれてしまってます。はい、ここでも番組も終了に近づいてきているので、最後にちょっと私の方から番組のお知らせをさせていただきたいなと思います。ちょっと BGM 流さなくていいですか？そうかそうか、流しましょう、せっかくなので。さっきうるさかったね。あ、いえいえ、全然そんなあれです。最後にクワガタの真似とはさっきクワガタの真似したわけじゃないから。あ、まあ、はい、私、相原みやびと言います。皆さん分かりますか？そこ全然映ってない。これ見てる1141人の方たち分かりますかね。私、相原みやびと申します。タレントですとか役者などをやっております。舞台なども出させていただいたりしております。相原みやびと言います。私、この番組ですね、相原みやびのみやびむパラダイス、毎週土曜日の3時から、デックスお台場東京ベイスタジオ、ここから公開生放送でお送りしてます。皆さんぜひお台場にいらっしゃる際は遊びに来てください。お願いします。あとですね、他にも、この雷調査隊という番組にもやらせていただいておりまして、いろんな東京の人、食、歴史、文化を調査して全世界に報告するという番組もやっております。これがですね、毎週水曜日のお昼の1時から2時までと、毎週金曜日の夜7時から8時までっていうのをやってるので、ぜひそちらも皆さんチャットを参加してね、お願いします。あとは相原みやびのみやビームというブログも見てほしいのと、ツイッターもやってます。みやび相原で検索をしてください。お願いします。はい、あと、あ、昨日ミクシーをちょっと久しぶりにログインしまして、前ミク申請来てた方は全員忘れそうさんとか、エムチさんとか承認していたのでありがとうございました。みんなコミュニティも入ってね、グループとか作ってくれてもいいんだよっていうね。はい、というわけで最後、すいません、お待たせしました。あ、いや、どうも。バーバリックさんの最後の近々のライブはさっきも言いましたが、越谷。そうですね、越谷のイージーゴーイングスがあって、9月の、4日だったかな、池袋の、はい、アダムで、うん、ライブがありまして、それ以降はこの、シングルのリリースツアーに行くことになってます。お、ストロングスタイルツアーが10月の、これ決まってて、その途中にね、10月にまたその
バイザラウンドとラージハウスサティスファクションと一緒にやってる無所属シーンというイベントがあったりして、うん、はい、でツアーファイナルがね11月に下北沢のシェルターで決まりました。11月18日です。これですね、下北沢シェルター、ね、これあのワンマンでやろうと思ってます。おー、ワンマン演奏時間も随分長く取れるかと思うんで、うん、よかったら遊びに来てください。よかったらぜひぜひ皆さん遊びに来てねと。そう、 CD もあのお金に余裕があったら買ってください。1000円で激安ですから。そう、でも今の1000円がみんなにとってどれほどの重みかっていうのは俺らには計り知れないからね。俺の財布の中の1000円とみんなの財布の中の1000円とさ、重さは絶対違うから、ま、価値観は違いますが、自分の財布の中の1000円を出してもこのバンドは生き残ってくれた方がいいと思ってくれた人はできれば買ってください。CD を買ってください。ほんで別にそうでもないけど音だけ欲しいなっていう人はなんか仲間からどっかなんか CDR でさ焼いてもらってさ、いや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 、時代が時代からしょうがないんだって。もうそれはハードなんか聞かない時代ですよね。みんなの両親にかけようと思ってます。そう、両親になのであのみんなすごいワンマンとか、ワンマンすごいって、あ、そう、ワンマンなんだ。ガリガリ君買うし買おう、だって、うん、ガリガリ君何本分ですかね。ね、10いくつかな、あれ80円とかだっけ、60円ぐらいだね。私自腹で買ったことあんまないんですけど。ガリガリ君ガリガリ君ね、友達の一口もらったことぐらいしかない。最低ですね。スイカバーですよ。夏場のアイス一口は大罪ですよ。あ、やばい、時間がもうね、すいません、番組もすいません、終わりに近づいてきてます。というか終わり時間になっちゃいました。はい、そんなわけなんですけれども、バーバリップさん、ね、ガリガリ君よりもバーバリップさんの CD、 そうですね、比較対象がおかしいですけれども、よろしくお願いします。すいません。というわけで今日はちょっと駆け足の1時間になってしまいましたが、はい、どうもありがとうございました。はい、皆さんまた来週のゲストは、もう一度言いましょう、バイザラウンドの、サトシアンテさん、バイザラウンドのメンバーさんたちが遊びに来てくれます。皆さん来週もぜひ、遊びに、あの、見に来てください。お願いします。はい、というわけで私相原みやびと、バーバリップの松井あゆむがお送りしました。違うの、大丈夫、いい、OK です。はい、というわけでまた皆さん来週お会いしましょう。はい、バイバーイ。